充電がない。だるい。ちゃんと立てよ。意志持てよ。わかった。これで止めたらいいんや。ほら。どうも。せっかく練習に行って一日頑張って働いたわと思ってきたのに、ものすごく不愉快な黒島です。いつになったらアカウント返してくれるんでしょうね。それで今日は珍しく一人やった。最初は誰かおってんけど一人。公園休みやって。メンバー表見たらわかると思うよ。夏休みの課題はずっと言ってるけど終わってますよ。ずっと前から言ってるけど。10月楽しみ。ああ、ライブ。今全然楽しみじゃないわって言おうと思った。ライブの話か。危な。めっちゃライブ嫌な人みたいになっちゃった。機嫌悪い？なんでやと思う？なんでやと思う？さっきまでな。あ、ライブじゃないわ。ラジオとかやった時にさ、なんか公式でフォローしたい時とかあるやん。ああいうのできないんですよ、自分のアカウントじゃなかったら。で、投稿に間違いがあってもすぐ修正できひんし、わざわざ送ってメモしてっていうのをやるのがものすごく手間なだけで、しかも結局それが負担になってるんですよ、こっちとしては。だから意味がないんですよ。ずっと言ってるんですけど分かってくれないので、なんかもうね、どうしようもないですよねっていうのがあったから、ものすごく不愉快です。私はずーっと言ってないけどな。なんで分かれへんのやろな。私の語彙力がないから。語彙力があったら通じるってこと？私の語彙力がないのが悪いの？そうですか、そうですか。じゃあまともに授業を受けられるような時間を作ってほしいです。語彙力がないのが悪いなら。別にどうでもいいですけどね。もうフォローできないのもコメントじゃないわ、投稿にミスがあるのも自分のせいじゃないんで、別にどうでもいいですけど、負担になってるっていうのがなんでわからないんでしょうね。お互い負担やん。もうどうでもいいですよ。大人なんかそもそも信じているだけ無駄やし、いい大人なんかおらんし、いい大人ほどすぐどっか行くし、いいですよ、もうどうでも。こんにちは。なんかこういうことがあるからさ、人間嫌いになっていくな、どんどん。なんか配慮が足りないですね。どうでもいいけど、中3の負担を増やしてどうしたいんでしょうね。負担を増やすだけ増やして助けようとはしないから、何も動かないから。困らせるだけ困らして何もしないですから、それが大人ですから。そういうもんですよ。それで中2のままから変えてくれへんし、アイコン買って変えられへんし、誰のせいだと思います？
か、もうなんか喋りたくないけど、めんどくさいですよね。どうしたらいいと思いますか？どうしたらこのストレスから解放されると思いますか？正直こういうことがあるとすごく死にたくなります。配信で言うことじゃないけど、誰のせいだと思いますか？これで黒島が急にいなくなっても誰のせいだと思いますか？急に消えたらどうしますか？お金でも払って帰ってくると思うんですか？なわけないですよね。お金払って命が戻ってくると思わないでください。って感じですけどね。もういいよ、どうせ何やっても無駄やから。なんかせっかく頑張って練習してきてもさ、もうなんかアンチコメ見てもどうでもよくなってきたわ。大して人間じゃねえけね、大して人間じゃない人に言われてもどうも思わなくなった。選ばれたら大人にも、まあ多少は大人が選んでますからね。選抜の人がすごいのはわかる、ものすごく力不足なのもわかってる。それはすごくわかる。だから別に選抜に入られへんのを怒ってるわけじゃない。ストレスになってるのがなんでわからないのかに私は怒ってる。だって正味アカウント持ってても意味なくない？ストレス増やしてるだけやって言ってるのにね、なぜわからないのか。いいけどね、もう別に苦しめたいんでしょう。さぞ黒島が嫌いで苦しめたいんでしょう。いいですよ、全然ご自由にって感じです。もう普通に考えたらどうなんでしょうね。なんかこの人めんどくさいから消そう。なんかもう、ああネイルオフ、どうでもいいわ。ストレス硬すぎてもう体調不良なりそう。時に助けてくれる人がいたらいいんですけどね、いないから。いや期待するタイプじゃないですよ。私毎回言ってるじゃないですか、人に期待するだけ無駄ですよって。期待してないですよ。返してくれるとも思ってないし、けど返さないことによって不利益しか生まれてないから、なんかそんな無駄なことに時間使ってるくらいなら新しい挑戦でもしてみたらどうですかと思って返さないか聞いてきたんですけど、その感別に最初から期待はしてないですよ。っていうかこれね、返すわって言われても別に期待も何もしないですよ。電波悪いよな、私の充電がないからやと思う。もったいないですよね、こういうことすると。やっとねフォロワー数400になったのに9400。もったいないですよね。どうせこれやったらまた減るんですよ。ネイル取れへん。
爪えぐいくらい伸びてるかなと思ったけど、意外と形が綺麗やった。オフしたら。ループしてる。バンされた説。あ、ループしてなさそう。ループしてる？何も映らん。じゃあバンされたんじゃね。だから言ったのにね、負の連鎖に陥るよって。止めようと思わないですね。治った、よかった。解消した。よかったですね。なんで中3でこんなストレス抱えてんやろ。ストレス抱えやすい時期なのは、それは分かんねんけど、大体受験とかで悩むもんじゃない。受験やーとか、家族となんか揉めたーとかのあれやと思うけど、なんでこんな変なとこでストレス感じてんのやろ。助け求める人もおらんくてな。初見ですよって。どうも。初見でこの重い話から入ったら絶対フォローしようと思うよ。分かってんねんね、それは。映らん？バンされた？じゃあ普通に今充電ないからさ、充電なくて映ってないのかバンされたのかが分かれへんレベルギリ。表情？そりゃ嫌なことしかないからな。公演の時は笑ってるやろ。それは公演が楽しいからね。公演が楽しいっていうか、みんな通るのが楽しいからね。私はチームは好きなんで、ハチキも好きなんで、ハチキだけじゃない、別に仲間やと思ってる人はみんな好きなんで、ただ嫌いな人は一生嫌いなんで。でも嫌いな人としか大体関わらんから、そういう表情になるんですよ。涙って欲しまくなる。涙だけポストしたよな。ポストちゃうわ、何投稿したよな、コメントか。そういうもんですよね。そら私かってな、好きな8期とか B2 とか Q もめちゃ好き。なんか仲いい人らと折れたらずっとハッピーやで。だってものは違うけど、学校いつも行ってた時は楽しそうにニコニコ配信してたやろ。で昔の何事もなく毎日配信してる時も楽しそうにニコニコしてたやろ。そういうことやで。環境な、環境のせいにすんなって言われるんだけど、正味そうじゃない。ストレスの原因となるものがなかったらそらニコニコしてるて。17、あ、17、あれはそうですね。だってアンチコメもないし、見てくれてるその人もなんかいつもと違う人で、マネージャーさんが一人見てんだけど、マネージャーさんなんか大人の人が一人見てんだけど、もう見てるだけで、見てるっていうか声聞いてるくらいで別にって感じだったから、ストレスフリーでしたね、あれは。
ね、嫌な世界ですね。早く終わればいいのに。親指が完成しましたね、一本。私もそら笑えるなら笑っておきたいですよ。でも最近はもう引きつるレベルでしんどいですね。笑ってられへん頑張ってるけど。ライブのカメコ見て思った。なんかちょっとあんまり今回可愛くないなって。ニコニコしてないからでしょうね。17見た人ならんやろ。だって次の配信でこうなってんねんで、なんか違うってなるやろ。だから私は元気に配信したかったけど、そういうね妨げるものがありすぎてもう笑ってられないんですよ、こっちは。もう無理して笑ってストレスでいなくなるくらいならもう吐き出した方がマシでしょ。だってこれで私がストレスってなってさ、いなくなるんやったら配信でなんかわーわー言っといた方がマシじゃない。それでもどっか行ってって言うんやったら別に言ってくれたらいいけどね。えどうでもいいですよ、もう賞味。生きるのって辛いよね。誰か相談できる人欲しいわ。でもいついなくなっても別におかしくないですからねすごい話するけど、絶対するべきじゃないけど、でも伝えといた方がいいでしょ、急にいなくなるより。いなくなる予定はないですよ。でもあまりにもストレス抱えすぎてなんかな、体調崩したらおらんくなるんじゃない。今のところは元気ですよ。元気ではないけど元気ですよ今のところはね。せめて誰かな、なんか助けてくれる人がいたらいいんですけどね、いないですからね。通報してないよ私は。通報したら映れへんくなるん。TikTok もさ、毎日頑張って投稿してるけどさ、なんか結局な、無駄なんかなとか思ったらな、やる気なくなるよね。これネイルオフしてるだけ、綺麗になるとかじゃなくて落としてるネイルを。どちらかというとちょっと痛む。なんかうん、でも別にそこまで気にするほどじゃない。ね、幸せに生きたかっただけなんですけどね、私は。幸せになりたかったから入ったんですけどね十分幸せやったとは思うけど、後味悪いよねこのまま終わったら。なんかもうどうでもよくなってしまったのがしんどいよな。なんかやる気ないし、どうせ無駄やって思ってしまってるのがしんどいわ。だって無駄やもん。誰か助けてくれる人おらんかな。あ、ペンギン彼女おらんっぽいで。信じてないけど私は。
誰先生だったっけ、フルフル先生はペンギン先生おらんっぽいって言ってるけど、私はおると思ってるから。話聞くおじ、喋られん。話聞くおじさん、話聞くおじさんな、最近使ってないで。だってあれ聞くだけやもん、別に共感してほしいわけじゃないもん。うんうん、わかるわかる、辛いよねって言われるのなんか嫌じゃない、それ求めてない。だからもう使ってない。もう最近さ、なんかいいことなさすぎて寝られへんねんけど私いつも寝る前なんか幸せなこと考えて寝てんねん、その方がいい夢見れるかなと思って。その考えることがなさすぎてさ、なんかもういろいろ考えちゃってさ、いろいろってあれやで、立ち位置とか考えちゃってさ、この次何番やったっけとか言って見ちゃうねん、気になるから。だから寝られへんねん最近、めっちゃ嫌、睡眠不足、寝られへんねんな。偉くないよ、普通に寝たいよ、次の日も早いんやもん、全然寝たい、全然いいことないよ。だって起きてる時に確認すればいいやん。何もいいことないよ、普通にいい夢見たいよ。また金縛りの言いがけたもんこの前。でもさ、幸せなこと考えてるときに疲れててもさ、なんか金縛りなんねん。そういうときはさ、幸せなこと考えてるからギリなんか助かるねん。なんか怖い金縛りになれへんねんけど、嫌なことばっかり考えて寝た時の金縛りってなんかめっちゃ怖い金縛りになんねん。怖いものが出てきて、怖いものに追いかけられてみたいな、でめっちゃ起きられへんみたいになるから、そう嫌やと思って、金縛りになる前に動けばギリなんか逃げれるんですよ。これは説明のしようがないけど、でもそうなんですよ。だからもう早いうちに逃げました、私は。でもそのまま起きちゃったからさ、寝られへんくてさ、またしんどいよね、ストレス社会。でもこんだけしんどくてさ、いつか就職したりとかバイトした時ってうわ楽ってなるかもしれへんな。それ考えたらだいぶ有利じゃない。なんかみんな、学校のみんながさ、テストやばいんやけどとかさ、なんか家族でまた揉めたんやけどって言っててもさ、そんなもんでって思っちゃうのがなんか腐りきってて嫌やな。そんなもんじゃないねん、当事者からしたら絶対しんどいはずやのに、なんか比較しちゃうよね、良くない意味で。自分はこんなにもたくさんのことでストレスを抱えているというのに、君たちは受験だけじゃないかって思っちゃうよね、嫌な人すぎて。思いたくないねんで、そんなこと、受験しか頑張ることないんけって思いたくないねんでそれはな、受験となんか活動と両立してしんどいですからそうもなりますよね。思いたくないんですけどね、みんなしんどいの分かるからって分かってるけど、みんなしんどいって言われたら、頼る頑張ってるわってなるから嫌なんですよね。しばらく離れてみると、それはどこから活動ってこと休んだらどうなると思う、もう戻られへんでもう戻られへんで、一回休んだらもう手遅れかな。で私一回休んだ人やからな、公開してくれへんかったけど、なんかしんどすぎて、あの一瞬さ SNS 全部停止した時あったやん、あの時一応休養やってんけど、休養って言ってくれへんかって、公表してくれへんかって、だから助
ただ単になんか公演も SNS も全部やめた人みたいな感じになったんですけど、あれは休養ですよ一応。小学校か中学校か友達に言われたもんな、さくら休養するなんて。うんそうやねんって言ったけど、しんどいよね言ってくれたらいいのにな、公表してくれたらもっと楽やったのに。なんでなんでしょうね、まあ都合が悪かったんでしょうね。どうでもいいけど、もう過ぎたことやしなあ。音痛、音痛ちゃうわ、音信不通なったらみんなびっくりするの分かってるやんみんなびっくりするの分かってるやんだって急にさ、毎回投稿してたやつなくなったらびっくりするやろそら。で大丈夫ですよとかのポストもなくやで、そら困るってびっくりするって。あの時やめようとしてたもん、もうやめるんでって思ってたけど。それでネガティブっていうかさ、それで一回休んでもう一回戻ってくればいいやんけど音信不通に急になることによってなんかまたいろいろ言われるから、それなら何々があってこういうことで休みますって言えばいいやん。公式で言ってたらそんなんすぐ調べたら出てくるようになんねんからさ、気になった人もそれでわかるし、みんなが不安になることも減るやん。不安にさせて何が楽しいやろな、その方が不安じゃないと思ったんかな。不安になるに決まってるやろ、不安になったやろ、心配してくれてたし、心配されてんの見たらこっちもしんどいし、いいことなんもないのに。気分が悪かったんでしょうね。もういいけどな。なんかこういう時にさ、助けてくれる人がおったらさ、なんか大丈夫、私には味方がおるってなるけどさ、もうおらんからさ、なんかしんどいよな。誰も相談できひんもん。でもしんどすぎてさ、今日も友達にさ、生きるのしんどいなって言ってんけどさとか、なんか疲れたってなった時もさ、みんな疲れてるからって言われるけどさ、もうレベルが違うわけ、こっちからしたら。あなたたち家でお昼過ぎまで寝てるんでしょって思っちゃうくないお昼過ぎまで寝てちょっと勉強してあと学校来るだけでしょって思うねんけど、こっちは朝から起きて練習して勉強して学級企画に行って、こんな頑張って疲れてんのとお昼まで寝て疲れてんのとレベルが違うんですよ。まずでも一緒にされたらしんどいよなって今日も思ってたよ、友達と喋ってて。悪くないねんで、その子は知らんから。レベルが違うよね。同期はだって、助けてくれないわけじゃないよ、助けを求められてないだけ、私が、私の問題それは、私が助けてって言ってない。だってみんなしんどいやん、だってそっちはさみんなしんどいからさ、言いようがないよ。もうアイドル見て発散してる、まあそれは感じるコメントから察してる、あストレス発散してんなーって見てわかるよ。だからね、いいですよね。だからマネージャーさんに相談してもやってしてみ、ストレス増えるだけやから。え、爪割れてるんですけど悲しい。え、これどういうこと、めっちゃ割れてる、割れてんのか、な、何これ、余計負担が増えるからね、相談なんかしたら。終わり時、え、それはそう、え、頑張ってんねんって頑張ってんねんけど、なんか頑張っても無駄やなって思わされたら思わされたら
頑張りたくなくなるやん、なんかどうせ無駄かーって。だって昼間で寝てる人が褒められてんねんもん昼間で寝てても幸せになるような世界でさ、朝から早起きてさ頑張ってる人がさ幸せになられへんのってさしんどくね充実してるわけじゃないやん、だってただやることが多いのはいいで、何の達成感もない TikTok の曲でさ、なんかトントンみたいなやつあるやんあんまり言われへんけど、あれめっちゃ好きじゃないトントンなわけないやろってなる。私もそっちタイプやで、やること多かったら方がいいっていうタイプやけど、この件に関しては違う、これに関しては違うよ。だって幸せになってないからうん、達成感があってこそやろ。めっちゃ爪伸びてる。今から切ります。もう今の黒島には幸せを感じるものはないです。頑張ってポコちゃん超頑張ってポコちゃんだけ以外、公園ビッツは好きやからな。しんどいけど、それこそしんどいけど楽しい。ビッツは好きやから。そういうやつやで、そういうことやで。そっちは多ければ多いほど忙しいけど充実してるになるやん。これは違いますんで。こっちは今意味が違いますね。老後の時楽しそうに頑張ってるやろ。全然うまくはないけどとりあえず頑張ってるやろ。うまくはないし体力もないけど見せ方もやったけど、やってるのはやってるから。とりあえずなんか心の支えになってくれる人間が欲しいわ。ないかな都合のいい人話聞くおじさんはあんまりやったから MC な最近だよな。同期、ああその支えになってくれる人ってこと？正味な話な、同じグループにそれ求めてもしんどくなるだけやで。これに関してはもう説明しないけど、説明したくないから。求めるだけ無駄よ。おるわけないからな。てかおったら怒るやろみんな逆にこんだけおらんから安心して、どこ探してもおらんから。この気持ちを悪用する人に注意。まあでもそれで誘われて一時期でも幸せになれるんやったら別に私はいいと思うけどな。浅はかやとは思うけど、でもそれでいいんじゃない？もう自分で決めたんやったら。それすらもないからさ今何もなかったらそれでもいいからって思っちゃうよね。それすらもないんだけどね。ないから安心してな、ほんまに誰もなんから。私は一切裏垢も作らない主義なんで、昔から。
リア充、それは日常が充実してる方やな多分。してない、してないって思うよね今聞かれたら。でももう今まで十分幸せやったからいつだってもいいよ。お医者さんは私信じてないから。それで表垢すら作らせてもらえてないから、まあそれは関係ないけど裏は作らない。公演の方がいい。ライブはなんか落差激しいわ。達成感っていう時と、ああもうあんたしんどって時が差が激しいから公演かな。なんか終わり良ければ全て良しって言うやん。逆もしかりじゃない終わりが悪かったら全て悪いよっていうのもあるからしんどいよね。明日あたりね、ま、もう幕閉じたいもんな。終われるものなら閉じないけどね、閉じれないけどね。終われるなら終わりたいよ。そういえば今日ペンギンと音で、でも練習終わりで爆速で楽器を聞かきに行ったから、もうボサボサのまま行ったから恥ずかしすぎて、あの身だしなみが整ってなさすぎて、あと今日短パンで行ってから、あと前髪もないから、なんか今日に限ってすごいボサボサで行っちゃったから顔合わせられん。もう私にはポコちゃんしか幸せがないよ。ポコちゃん助けて。もう本も読まれへんしな。私ほんまに死んだ時本読まれへんくなんねんストップやもんな完全に。読みたいねんけど、学校、まあ、行く時と休む時と。1ヶ月休んだ時もあったよ、まるまる。でもテストの点数割と良かった国語だけ、国語だけ良かった。数学もやったっけ、その時は割と良かったで、平均よりは全然上。すごいよな、頑張った。あの1ヶ月休んでライブ終わって1週間空いててん、テストまでに。なんかそこでもうバチバチに勉強して死ぬ気で勉強して、でももうほぼ自習やからさ、1週間あったっけ、なんか分からんけど、もうほんまに最後の自習みたいなとこしかおらんかったけど、死ぬ気で勉強して国語と数学だけはって言って、国語が高かった。黒が一番頑張んだ。もう国語ですらもやる気なくなってきたわ。国語ですらっていうか、もうなんか何もしたくない。もう息してるだけで十分やと思う自分大変だね。なんかほんまに今日思ったのがさ、
みんな疲れてるねんって、自分より疲れてない人にさ、ごめんやで、疲れてんのは分かんねんけど、みんな昼間で寝てるから、その人に言われると嫌だよね。何を？コーヒー、それはちょっと受け取れないかも。受け取っていいんかな、受け取っていいってなっても受け取りづらい。まだ話しかけられたことないわ。すれ違うときにおーってなったことはあるけど私から手振った、多分あ、いつもの人と思って見つけちゃったから、あってやっちゃった。まあ別に悪いことじゃないからいいけど。だから応援してるって分かってる人やったからそれやったらな、だから8期とかと同じ部類に入るねん、それやったら。そうじゃない人ってほんまになんかもう拒絶反応出るわ。もう何もかも終わってほしい。話しかけへんねや。確かに話しかけはせへんな、推しが歩いてたら。はっって、あの道でマネージャーさんとすれ違った時ちょっと気まずい、気づかないようにちょっとこうやって向いて歩くわ、気まずいから。この前はバレへんかった。でも細い道で会っちゃったらしょうがないからさ、もう挨拶するけど、広かったらちょっと気づいてない風に。なかなか今のさん優しい人はおる、喋ったことあんまないからかもしんないな。基本はじめましての人はとりあえず好きな予定で入ってくるから、何かしらが起きない限りは。いい人ほどすぐなやめちゃうよな、しんどいよな。やっぱり優しい人には辛いよね。持たない気持ちが、優しすぎたら。応援してますくらいは言う。何でもいいんじゃない、どっちでも別におかしくないと思う。私は言われへん。入れ替わり激しいんじゃん。優しい人いっぱいおったけど、すーごい変わる。急におらんくなるからさ、そらそうやでな、縦社会やもん。大変大変、本当に大変大変。どうしましょう、ポコちゃん助けて。ポコちゃんしかいない。もうランキングはもう元気ないから終わります。ありがとうございました。あの目は通しておきます。ありがとうございました。もう見覚えのある人しかいない。読めるか、読もう。13位 RC さんありがとうございます。12位セイ君さんありがとうございます。11位オレオズさんありがとうございます。
10位プロジュさんありがとうございます。9位マジカネクキタルさんありがとうございます。8位ヤスさんありがとうございます。7位アラケンさんありがとうございます。6位小さな声のメロディーさんありがとうございます。5位ヨシさんありがとうございます。4位タカシさんありがとうございます。3位ナベちゃんさんありがとうございます。2位サトくんさんありがとうございます。1位ナルニーさんありがとうございます。よし、いけた。息継ぎ3回。なんか肺を膨らませんとさ、しんどくなったら呼吸浅くなんねんな。なんか最後まで吐き切られへん吸い切られへんから呼吸が浅くなると体力も落ちるんですよね。負の連鎖、本当に良くない。ストレスは体に良くないですよ。本当みんな気をつけてね。なんかもうご飯食べたくなくなるくない？もう私なんてこのままご飯を食べなくなってガリガリになってもう干からびちゃえばいいんだってなるくない？思考がだから最近お昼抜いてる安直やろ。もうこのまま物理的に動かれへんくなったらいいのになってなるくない？思考が。だってそっちの方が楽やん。もうだってもう気持ちの問題じゃないやろ。表に現れてしまうやん。現れてしまってるやん。そう、もうそうなったらもう肋骨浮き出てますみたいなのになったらさ、もうそれは休むしかないやん。休みたいわけじゃない。なんかもう疲れただけ。終わりたい。もう全て。だからお昼を抜いてるでも全然夜食べてるから意味ないねんな。痩せこけることはない。間食は抜いてる。朝も減らしてる。夜も若干頑張ってるけどお腹なったら恥ずかしいやん。だから食べてる。終わればいいのに。気づかんうちに終わったらいいのに。もう一回最初からやり直さないかな。夏バテはしてないねん。全然食欲あんねんけど控えてる。知らん、誰かに通報されたんちゃう。私はしてないよ。終わります。さよなら。TikTok 撮ってからネイル外せばよかった。まっか、どうせ違うし。それで SNS めっちゃ頑張ってるけど全部意味ないから頑張ってる意味ないからいいけどね別に。さよなら。結局ね意味ないんで。目に刺さった。バイバイ。